ばいよね黒い水にやばいやばい。絶対やばい。でもいい感じ。うん、めっちゃちょうどいい、めっちゃちょうどいいティーが作れました。ちょうどいいティー、ちょうどいいティー。こんにちは、こんにちは。ストレートティー。ホットティー、美味しいティー。何でも語尾にティーついちゃうティー、ちょっとうざいティこんにちは。ちょうどいいティーです。ちょっと待って、メイク足したい。雨だね、かっこ東京。それな、名古屋も雨です。愛知もなんかさ、今日さ、でもなんか昨日まで公園だったから、今日はたまったお洗濯しようとか思ってたけど、しあとなんか買い物しようと思ってたんですけど、なんか雨で外に行く気がなんかさ、外に行く気がなくなってしまって、結局家に今日はいます配信枠の写真より可愛い、ありがとう。配信枠の顔はね、ちょっとみんなね、マイナス何割かそうなんですよ、ありがとう。いや、ちょっとハートありがとうございます。
ね、雨外出たくない。ね、なんかさ、可愛いさレインブーツなんか欲しくてさ、実家にもなんか可愛いレインブーツあったし、私が好きな YouTuber のアサギーニョさんっていう方もめっちゃ可愛いレイン、なんか雨用の靴持ってて、なんか可愛いなって思って、それ持ってたらさ、めっちゃ結構気分上がると思うから、ゲットしたい。みんな共感してる。みんな共感してるよね。ちょっと雨だとなかなかね、ちょっと出づらい、外に出づらいよね。うん、家にいます。 SK、 うん、押してください。ぜひぜひぜひ。え、可愛い傘とかあればね。それな、それな、可愛い傘もね、なんかまずそもそも去年の夏めっちゃ欲しい日傘があって、でめっちゃ迷って、でも買うのやめちゃったんだけど、今年こそはゲットしたいな。普通の雨用もてか、まあ兼用みたいなやつがベストだけど、2021がどんなか、2021ってなんだっけ。あ、うん、来月かな。現地でお話しからちゃんと決済したい。あ、そうじゃん、決済みんなした？決済じゃん、決済しましたか、ちゃんとみんな忘れてないですか。あれしないともう意味がなくなっちゃうので。そうじゃん、紅茶の種類は何ですか。え、これ何、わかんない、なんかめっちゃオーソドックスなやつ。ちょっと一個もばめ送ろう。ここにしよう。なんかフィルターつけました。フィルター付きのてか、なんかスノーで撮った。これを今から送ります。送った。
今日全国的に雨なんですかね。続いて今日の天気です。今日は全国的に雨が降るでしょう。カレー食べてたら配信始まった。カレーのさ、ルーも買いに行きたいんだよ、ね、あとカレーって何いるか、あ、人参もでももうないや、昨日使い切っちゃった。昨日、いや待って、まだ、いやでもほぼない。あとお芋でしょ、玉ねぎさ2個入ってんのさ、この間買ったはずなんだけどさ、なんか気づいたらさ1個しかなくてさ、あれもう1個ないかなってめっちゃ探したんだけどなくてさ、私はさもう1個使ったのかな、それともどっかに行っちゃった、逃げた私の家からあの時の玉ねぎ。え、本当にさなんか記憶になくて、でも1個は使った記憶があるんだけど、もう1個はこんな、逃げたのかな。本当にどこ行ったの。逃げた玉ねぎ。傘ってどこのブランドが有名なんだろう。なんか私は学校で売ってた傘がめっちゃ可愛かった。まあ女子大っていうのもあるのかもしれないけど、なんかフリフリのチェックの、しかも雨傘にも日傘にも使えるみたいなやつがあって超可愛かったんだけど、なんか私の大学マルジェンだったんですよ、コンビニが。そうで、なんかそこで初めてマルジェン私使い始めたんですけど、マルジェンってでもさ本当はさコンビニじゃないの、本屋さん、なんか酒屋かなんかにあるよねマルジェン。私は大学のコンビニでマルジェン使ってた。そこに売ってた傘はめっちゃ可愛かった。あとなんかあの私が今年狙ってるのは、あのね、絵画みたいなのが、絵がいっぱい中に描かれてるやつで、そう、なんか可愛いのがあるんだよね。なんかね、鹿の、鹿？動物の鹿の、鹿の間っていう字を書く、あの。で検索したら出てくると思うんだけど、なんか YouTuber さんがいて、その方が使ってた傘がめっちゃ可愛くて、なんかいっぱいね
これなんだろう。超かわいいの。この方のなんですけど、てかこの方もめっちゃかわいいんだけど、使ってる傘も超かわいくて、本当になんかお姫様みたいな感じで超かわいいの。今季はこれを狙ってる。かわいくない？絵が描かれてる。去年買いたくて調べてて結局買わずに終わってしまったので、今年こそはゲットしたいアイテムです。めっちゃお嬢様みたい。しかもなんかさ、表に描かれてるんじゃなくてさ、なんかさ裏っていうか内側に書かれてんのがまたおしゃれ。気づかないとさ分かんないじゃん。そう、あれは日傘かな。でもきのうの声いつも以上に楽しそうでしたね。本当ですか？イエーイありがとうございます。そう見えてたら嬉しい。昨日ね、自分のサイレンも多かったし、やっぱテンションが上がったんですかね。27日の正午までに決済しないとこれまでの当選分は全て消えます。今日は23日なので、まあちょっとそうですね、今のうちにじゃあやんないとですね。北海道入ってますよ。そうなんだ。北海道行ったことない。明日は洗濯物を始めますか。明日の洗濯予想×です。明日も雨だった気がするんだよね。うん、明日も雨ですね。でも昨日の公演終わりもさ、なんか普通に雨降ってたよね。なんか昨日公演中は分かんない、外見てないから知らないけど、なんか来た公演終わりとかのさ、劇場の裏まで来てたタクシーとかはなんかもうその時は雨止んでたけど、そのタクシーとかは雨の跡がさついてて車に、だから雨降ってたんだってそこで知った。でも外出たら雨降ってなかったから、公演中か着替えたり反省会やってる時に降ってたのか分かんないけど、親子丼に、そう親子丼に使ったじゃないですか。親子丼配信中食べてたじゃん。でなんか親子丼にも使ったんだけど、あの時点で1個しかなかったの。買った時は2個だったんだけど、でもまだなんか1個目をなんかお鍋とかに使ってて、でなんか最後の残りの4分の1ぐらいを親子丼に使おうって思って残しといて、それをこの間の配信、昨日の昼の配信で
それ入れて食べてたんですけど、あともう一個あったはずなんだよね。多分私の家から、家出したんだと思う。いないんですよ。消えた玉ねぎ。雨の日って靴とかも変えたりする。靴はでもなんか、まあもともと好きで履いてるのが結構ブーツとか、なんかああいう黒い、私がインスタに載せてるからわかると思うけど、これとかもさ、インスタに載せたやつだけどさ、こういうやつだったら別に雨に濡れてもいけるじゃん。だから別に、そう、それ使ってるけどね。もうちょっとでさ、これは5000人来そう。今4985人だって、私のインスタのフォロワー。ハートありがとう。服だって、服ありがとうございます。なんかいつの間にかギフトが変わってた。絶対かさかわいいね。ハートもだるまもありがとうございます。あ、みんなメール来たって言ってる。なんか犬か牛かわかんない写真だった。スノーで撮ったさっきのやつ。ベンチャーで届くの、多分ね、その時による。全然もっと遅い時もあるよね。今日は早いのか。なんか多分一回確認みたいなの入るから、みんなに届くまで多分まちまちで。フランスで、冷凍保存してるやつ。でもね、全くもうそのままで残してたの私。使う時まで一切切ってなくて、その残りの1個はね。だからないはず。犬だよね、やっぱ。なんか耳とかも犬っぽいよね。でもさ、模様とかさ、なんかそのスタンプのさ、スノーのスタンプのさ、周りにもいろんなスタンプあるんだけど、なんかね、その周辺にあるやつがさ、完全に牛のやつなんだよ。すごい、合格祈願のやつとかある。受験だからかな。
消そう。消した。何これ、変なの。ハートありがとう。消しました。なんかあれ、ほののさんもやってた気がする、前にあの動画で、ツイッターの。あとね、インスタもなんか変なのあるんだよね。インスタも こういうのとか、まあ消すんですけど。消す前に間違えて投稿しそうになったら怖いな。慌てらん。ようこそタワーブテランへ。わかんない、シリキートゥンドゥ。投稿しません。みなさんこんにちは、ようこそ。ご乗車じゃない、ありがとうございます。本日の台頭はキャノンティーです。やばい。やばい。これなんて乗り物だっけ？忘れちゃった。
楽しいよね。なんかさ、でもうまくさ「タートルトーク」だっけ、あ、これいいな。あ、ちょっと隠れちゃった、シンデレラ城が。お前たち最高だぜ。おいい感じ。タートルトークじゃあやりますね。皆さんこんにちは。なんか忘れちゃったもん。質問のある方手あげて。わかんない。じゃあそこのオレンジの棒、どうしようかな。頭に貝殻をつけてる、そこのあなた、左から3番目の頭に貝殻をつけてる、この君、名前はなんて言うんだい。言うよね、誰誰、もう誰誰か、今日は誰と来たんだい。だいたい子供だとさ、お母さんとか言ってさ、誰だお母さんはどこはひれあげてとか言ってさ、だいたい横にいてさまあそうだよなってなるパターン。ハートありがとう。で、大体一人ぐらいいじられて、最後までいじられる。ハートありがとう。やば、ディズニー行きたくなっちゃう。これかわいい。ダッフィーのカチューシャ。注射やで。あ、え、すごい。あ、このシリーズ全員できる。
まだシェリーメイになった。でもシェリーメイはさ、インスタに投稿したことあるよね。なんだっけ、ジェラトーニ、これはジェラトーニね。あ、これ一番なんか今の服に合ってる気がする。今の服に合ってない、一番。これなんだっけ、名前忘れた。え、このシリーズ、ダッフィー、シェリーメイ、ジェラトーニ、ステラルーかな、ステラルーだっけ。誰もわからない。ステラルーな気がする。ステラルー一番今。え、4種類しかない。あのカメさんがいない。カメさんやっぱ一番新しいからいないのかな。アプリっていうかあれだよ、インスタだよ。ほら、ここもストーリーズって載せたら、インスタに投稿される。ありがとうございます。アプリっていうかインスタです。ステラルーだよね、多分。スプラトゥーンは全然違う。スプラトゥーンは全然違う。あ、でもカメさんいた。カメさん、こっちにいました。え、すごい。これなんだっけ、スプラッシュマウンテンかな。ハートありがとう。ハートありがとう。
ピアスかわいい、ありがとう。これはいただき物です、ファンの方から。かわいいよね、ハートありがとう。金やんってなんだ。クッキーやん、待って、わまでつけちゃった。ああ、うんうん、はいはい、いますよね。ストーリーにはいなかった、インスタにはまだ多分いない。あ、でもこの子の方がさ先だっけ、カメより。確か。いや、私さ、そのなんかシェリーメイのさインスタにさ載せたじゃん、なんかこれ載せたじゃんインスタに。それでさ、なんかさその前にさめっちゃ昔にさこれもうボブみたいな時にさこれもさ載せたんだけどさ、この頃にさなんかさシェリーメイ買ったはずなのにさ、シェリーメイさ家のどっかに行っちゃってさなんかもう一回買ったんだよね。だからシェリーメイ絶対2つ家にあるはずなんで、ちょっとどっちも千葉にあるから今家にはないけど名古屋には。でも全種類やってみたいな。なんかダッフィーもめっちゃ可愛い。そう、でもステラルーやりたいな。ステラルー。ステラルーはやっぱりバレエなので、バレリーナとしてはやっぱりステラルーやりたい。こんにちは、こんにちは。短い髪型もいきそう。短いのがいいの本当は私は短くしたい本当はね、本当はあの長さがいい。インスタもなんかもう本当に投稿するものが減ってきた。いや絶対なんか準備すればいっぱい出てくるんだけど、なんかそんなにさ買い物もできないからさ、本当に必要最低限しか買わんから。みんなさツイッター公式外れてるんだね。なんでだろう、ツイッターの不具合？
オケ配信。今日お出かけしない？なんか本当はなんかね、川島のタンプレをね買おうと思って一生買えてないからね、買いにこれまだ見れてないので見ようかなって感じ。あとは本の続きを読む。ハートありがとうって言ったか。でもどうしようかな、なんかわかんない、プレゼントって難しいよね、なんかどうしようかなって感じ。何買おうかな、川島何がいいかな。なんかさ池もそうだけどさ、サンリオ好きじゃん。でもサンリオはさなんかもうすでに全部持ってそうな気がして、でもどっちにしろ明日も雨ならさ、なんか今日行ってもいいんだけどね。夜になるともっと多分寒くて出たくないし。ピオちゃんって何？ピオちゃん。何歌おうか？何がいいか？何にする？あ、ピオさんのこと、ピオちゃんっていうの。ピオさんの何？ピオさんの。何かをってこと。そしたら、ピオさんからのタンプレみたいになっちゃわない？大丈夫そう？人気曲ランキング1位、夜にかける。騒がしい日々に。2位、炎。炎って何？燃えるダダダダダってやつかな。3、猫。あ、 YouTube とかでよくある。4、香水。5、睡蓮花だそうです。ショールームの人気曲ランキング。純欲シンパシー、まあそうだね、一番最初だから純欲シンパシーから始めますか。